日産 T だ。T だ、T ダ,ダ,ダは日産自動車のハッチバック型乗用車である。日本では2004年から2012年まで生産、販売していた。海外では2012年以降も生産、販売を継続している。2004年発表時、既存モデルの後継者としてではなく全くの新開発者とされていたが、前後してサニーやパルサーが廃止されていたことから、 実質的に後継者としても考えられており、輸出国によっては事実上の後継者として扱われている市場も存在する。プラットフォームは、アライアンス関係を結んでいるルノーと共同開発し、すでにマーチやルノーモデュースなどで使用されていた、アライアンス B プラットフォームをベースに、ホイールベースを大幅に延長したものが使用される。ボディサイズは、全長4 2 0 5ト、mm、ル。 全幅六百九十五ミリメートル、全高五五百三十ミリメートル、四 w d モデルは五百四十ミリメートル、ホイールベース二千六百ミリメートルと、近年このクラスのモデルが大型化して三ナンバーボディを採用するとが多い中、五ナンバーサイズを堅持している。上級クラスに遜色のない室内空間を再現しつつ、車服をもナンバーサイズ枠に収めようとした点については、 幅の狭い道路が非常に多い日本の道路事情を考慮した開発主査が最もこだわったところの一つでもある。エンジンは低、中回転域のトルク、燃費性能、環境性能を従来の q g 型から大幅に向上させたという新開発の h r 1 5で型直列4気筒1.5リットルエンジンを搭載。2005年初頭には 同じく新開発の MR18 で型直列4、気筒1.8リットルエンジンが追加された。また、海外向けには、HR16 で型直列4気筒1.6リットルエンジンや、ルノー製の K9K 型直列4気筒1.5リットルディーゼルエンジンも、用意されている。トランスミッションは、4速 AT と、伝達効率を向上させた、新開発 CVT。 エクストロニック CVT を用意。ただし E-4WD システム、トランスファープロペラシャフトを用いず電気モーターによって、後輪を駆動する、搭載車には、e、CVT と E-4WD とのマッチングが良くなかったために CVT、エクストロニック CVT は設定されず4足、AT のみの設定となる。当初、FF 車には最下級グレードの 15S のみに4足、 AT が用意され、2008年1月のマイナーチェンジからは 18G に6速 MT が設定されていたが、2010年8月のマイナーチェンジでいずれも廃止。その後、MT は海外市場だけの販売となっている。内外装は日産が掲げるシフトコンパクトクオリティのコンセプトにより従来の小型車レベルを超えた高い質感を実現した。インテリアは 同社のティアナを手掛けたスタッフによるもので、ダッシュボードにはアルミ調パネルをあしらい、シートはティアナと同等の余裕あるサイズを採用。さらに最上級グレードの G シリーズには本革シートが標準装備となり、全体としても高い質感を実現した。さらに、後部座席のスライド長を 240mm とすることにより、後部座席にスペースを同社の高級車である。 シーマ以上とすることも、過失調を同じく同社のワゴンである、ウィングロード並みとする子も可能とした。なお初期モデルではインパネ及びドアトリム上部にソフトパッドが採用されていたが、2006年12月の一部改良では、ソフトパッドから高質なハード樹脂への変更。2008年1月のマイナーチェンジでは、LED マップランプとのボードフラップが廃止されたが、 同年10月の一部改良で1.8リットル車には15インチアルミホイールが標準装備となった。当初はアジア戦略車と位置付けられていたが、2006年にはメキシコのアグアスカリエンテス工場でも生産を開始し、北米サブコンパクト市場にも投入された。さらに2007年からはメキシコからスペインやアイルランド、ポーランド、ハンガリーなど欧州諸国にも輸出された。 欧州市場では、アルメーラの生産終了によって空いた、小型ファミリーカーのポジションを埋める役割を担う。米国、カナダでは、バーサ、シンガポール、インドネシア、マレーシアでは、日本向けのセダンのサブネームと同じ、ラティを、それ以外の地域では、日本同様、ティーダの社名で売りされる。なお、日本向けはセダンにサブネームを付加して区別しているが、海外向けは、 シンガポールとマレーシアを除いて、ハッチバックがラティオスポーツとサブネーム付きの社名にがハッチバックセダンとも同じ社名となる。また、現地生産が行われる中国仕様では漢字表記の時のみに際し、同異字を用いて区別している。また、北米市場で販売されるバーサやメキシコやドイツなど一部の国で販売されるモデルについてはフロントグリル、 前後バンパーなどの形状が日本仕様と異なっている。日本国内向けなどのモデルの生産は神奈川県の追浜工場で行われているが中国向けモデルは東風汽車かと乗用車工場で台湾向けモデルは広高日産汽車三技工場でタお及びオーストラリア向けはタイ日産でアメリカ各国向けモデルはメキシコ日産自動車。 アグアスカリエンテス工場で製造されている。2011年発表。中国市場投入を皮切りに2014年までに世界130カ国で販売した国際戦略車である。ただし、日本では販売されなかった。ボディサイズが先代から一回り拡大されたことで、ラティオとの兄弟関係はなくなり、上級のシルフと兄弟関係を持つこととなった。また、 上級以降に伴って空白となったアメリカ大陸向けのサブコンパクトハッチバック市場は2012年発表の2代目ノートが担うことになった。社名は市場によって異なり、台湾ではビッグ T だ、ビッグ G だ、IT だ、IT だ、タイ王国とオセアニアではパルサー、パルサーの社名が使用されている。なお、オセアニアではシルフィもパルサーセダンとして販売されて、 いたが、オーストラリア市場については、販売不振のため、セダンやマイクラと共に2016年中をもって撤退している。エンジンは、シムケチによって異なるが、HR16D 型1.6リットル、マラ 8D 型1.8リットル、それに、MR16DDT 型1.6リットル DIG ターボが搭載される。トランスミッションは6 MT、または、 エクストロニック CVT となる。生産は中国向けが東風技社有限工師の加藤工場、台湾向けが広高技社の苗繰工場、東南アジア及びオセアニア向けがタイ日産のバングナトラットロード工場にて行われる。チーダは英語で自然の調和、潮流を意味する。態度からの造語。ティーダの発音は沖縄語で太陽を意味する。 t だから来ている。なお、北米仕様のバーサは、バーセトルスペース、多彩な空間に由来する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。